はい、ごきげんよう。ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙と、ゆっくりレミリアと、ゆっくりフランだよ。ご視聴ありがとう。早速2年目やっていくよ。去年は私だけがゴール、次の目的地の岡山にはまだ誰もたどり着いてないぜ。1P の私が使うのは便利系カード、早速所持カードを確認するわ。うんちカードは捨てなきゃいかんし、リトルデビルに新幹線だけとは弱いな。目的地に一番近いんだから、次こそは何としてでも入ってやるわよ。とりあえずカード補充したいけど、何かいいカード来るかしら。福袋か、これは迷うわね。あってもリトルデビル消えたよ。なかなか運がいいわね、でも私とのカード。去年から持ってた取り返しカードが起動したわね。電車が爆発して大損害。霊夢借金だ。まあいいわ、今のうちに調子に乗っておきな。霊夢。まあでもあんたたち、借金には十分気をつけなさいよ。あ、そっか、特製霊カードが使えるのは霊夢だけなのか。うるせえ。気を取り直して私が使うのはお金系カード、今の所持カードはこんな感じね。星飛びカードで実質借金も消せるし、かなり強力なラインナップだね。漏れちゃうぞ。カードは今回の縛りでは移動系カードに属しているぜ。そして私が使うのは物件系カード、現在の持ち札はこんなもんだ。可もなく不可もなくって感じね。ブックマークカードは使いどころ難しそう。物件系カードが進化を発揮するのは後半だからな。今はなりを潜めているだけなのぜ。そしてボンビーをフランに移しつつ、決算で得た金を使って物件購入だぜ。去年からずっとフランとマリサの間でボンビーが移動してるね。フランの使用カードは妨害系。今持ってるカードはこれだよ。新幹線カードが1枚だけか。フランのデビルはもう少し残りそうね。私に移し返すのも失敗したようだな。デビルとボンビーの同時攻めを受けてもらうぜ。きついな。でもまだまだ序盤だからね。これからいっぱいみんなの妨害しちゃうよ。さて私のターン。この番で目的地の岡山までワンダイス圏内にたどり着いたわよ。しかもそこだと3でも5でもゴールできるじゃねえか。グーいい位置につけやがんな。これはお姉様ゴールしちゃうな。フランも霊夢みたいに離れた場所でカード探そうかな。霊夢といえばあいつやけに静かだな。一人だけ目的、いや私が持ってきたテレビ見てんじゃねえよ。実況に参加しろや。てかもうちょっと編集頑張れよ。なんでこの人たち暗黒空間で漫才してんだよ。謎の場所か。流行を敏感に捉えたツッコミ。大体リメイクのこと言ってるんだったら遅くない。さて、他のみんなはだいぶ離れているし、ここはダイスを振らずに福袋カードを使おうかしら。自分が使えないカードが出るかもしれないのに、なかなかの博打に出たわね。私はぴったりフランに重なって貧乏神を移せたから、これで次のターン悪さをされる心配がなくなったぜ。折り返し運転でだいぶ目的地から遠ざかっちゃった。フランもゴールは諦めてカード探しに専念しよう。こうなったら早くゴールしてよねお姉様。言われなくともすぐゴールするわよ。3分の1でゴール。早くゴールしてくださいよお嬢様。これはがっかりすま。じゃあ走るわい。今いる位置に戻ってこれるから、翌日に再チャレンジするわよ。フランたちはカード集めしてるから、なるべく早く頼むよお姉様。なるはやで。あんた前と後でチョベリバとか言ってなかった？さて2回目のチャレンジ、今度こそバス。マリサ今日ご飯食べてくでしょ？何かリクエストある？そうだな。久しぶりに霊夢の作った味噌汁と豚汁が食べたいな。関係ない話しないで、次こそはゴールするから、他汁もの2つリクエストすんなや。メインを A メインを。参加後、ここからでも3分の1の確率。生きるカリスマ今日も生きれず3分の1を3回外すとかも。そうだー。翌月になってようやくお姉様がゴールするよ。次の目的地は大阪だな。小山タレミリアの近くじゃねえか。おい何私の苦労の果てのゴールを早送りで巻いてんだ。よし、私も攻めに転じるわよ。まずは特製霊カードで借金を帳消し。これで取り返しカードによる被害は消え去ったわ。おお、霊夢めっちゃカード持ってる。しっかりと反撃の機会を伺っていたというわけね。そして新幹線カードでサイコロを4つにし、一気に目的地へと近づくわよ。中央。攻めはまずまずといったところだけど、東京から大空へと飛び立つには十分な数字ね。さあ、大阪まで優雅な空の旅とシャレコモじゃないの。霊夢、何もカードを集めていたのはあなただけじゃなくってよ。あられミリア、目的地目前で何かいいカードでも拾ったのかしら？いえ、それより前から私も持っていたのよ。新幹線カードをね。23。ほぼマックスじゃん。大阪は都会だからな、交通網が充実してるから。連続ゴール。なんですって。いや霊夢、お姉様残り9マスだったのにいくら移動系使っても叶うわけないじゃん。らしくないミスだな霊夢、勝負を焦りすぎたか？霊夢わかんない。幼児対抗すんなし。サイコロとともに自分まで4つになった女。てか私のゴールまた巻いてんじゃねえよ。次の目的は福井の東尋坊だね。貧乏神は私に移っちまったか。そしてその直後に変身バンクが挟まるんだが。まだ2年目ということもありミニボンビーだ。小遣いセビルだけなら可愛いもんだぜ。
次の目的地までは南10マス前後ね。私がまた一番近いけど誤差みたいなものよ。ふふん、それならカード資産が最もある私が次こそはゴールする番よね。霊夢まだ新幹線カード持ってたもんね。じゃあそれもらうね。てめえ。刀狩りカードは誰か一人の手持ちカードの中から1枚奪うことができる妨害系カードだぜ。今まで移動系しか使ってこなかったけど、ようやくそれぞれの固有カードが使用されたわね。これでフランの新幹線カードは2枚。次こそはゴールさせてもらうからね。キウキ、フレンドシップブレイク。フランそれスペルカードちゃう刀狩りカードや。弾幕ごっこならいつでも受けて立つわよ。乗るな霊夢。スペルカードおしまい。いやお前それ単語カードじゃねえか。弾幕ごっこしながら英語の勉強すんなや。さて、私が所持している移動系カードは急行が2つと心もとないわね。新幹線2枚所持のフランもだけど、霊夢もまだかなりいいカードを保持していたし、ここはいたずらにカードを消費するより、通常ダイスで近づいていくのが賢明ね。ふふん、フランがゴールするのをそこで指くわえて眺めているといいよ。よしカードマスに止まったわ。今度は私は。こういう時だけ運いいわよねあんた。カードを捨てる手間が増えた。おま、うるさいうるさいうるさい。しかし今のところ私がビリだし、あまり人を茶化してばかりもいられないのよね。新幹線カードは取られちゃったけど、ここは思い切って攻めるわよ。おっ強気だね霊夢。特急カード2枚でフランの新幹線カード2枚とやり合う気？人から取ったカードでふんぞり返ってんじゃないわよ。星飛びカードもある以上多少消費してでもゴールするわ。へっちゃらカードを捨てて、いざ尋常に勝負。13。悪くないでめね。次も特急使えばゴール圏内につけるわね。ぐ。でもゴールに近づくには赤マスに止まる必要があるのか。冬の赤マスはかなりの金額を取られてしまうから避けたい。でもここは行くしかない。逆転のために、ここは耐え忍んでみせる。どうしたのよあんたたち、そんな目で私を見て。私ともあろうものが、全く気づかないなんて。あのお金にがめつい霊夢が、自ら進んで借金。本物の霊夢はどこ？本物だよ失礼だな。正真正銘純正の本人霊夢 100% だよ私は。ちょっとマリサ、あんたからもこのバカ姉妹に言って返せよ。何を？私の知ってる霊夢は借金なんかしない。地べたに這いつくばってでも自販機の下から小銭ひつねたり一緒に飯食った時は1円単位できっちり割り勘する。私の霊夢を返せよ。思い出捏造して悲しんでんじゃねえよ。私こんなことしてねえわ。デカドサクサに紛れて私の霊夢って言っただろ今。私はマリサのものじゃないから。いや一体誰のものなんだよ。誰のものでもねえって言ってんだよ。本当に霊夢なのね。ドッペルとかクローンとか影武者とかそっくりさんじゃなくて。あんたらマジでしばくわよ。まあいくら霊夢でもゲームでならそこまで危険度じゃないってことか。私たちてっきり霊夢がいつの間にか入れ替わってるのかと思っちゃったよ。疑って悪かったな霊夢。かっこ本物ってつけるのやめろや。さてはまだ疑ってるだろてめえら。おっと、霊夢のせいで実況放置しちゃってたからそろそろゲーム画面に戻りましょうか。なんで私のせいなの？私とフランが目的地に一番近くて、北の方から福井へと向かってるぜ。でもゴール周辺が一本道だから、すごく入りづらいところにあるんだよね。大きい数字を出せばいいってわけじゃないからね。霊夢、また勝負を焦りすぎたんじゃない？ふふ。あんたたち、私が持ってる移動系カードが特急カードだけだと思ってるんじゃないかしら？ここはこいつを使う。も、漏れちゃうぞカード。複数個のサイコロを振って移動した場所に、運気を落とすことができるカードね。運気が落とされた場所は通れなくなっちゃう。ってことは、赤マスだけど行くしかねえ。だが冬の赤マスは厳しいぞ。後悔するなよ霊夢。こちとらすでに負債を抱えとんじゃい。今さら失うものなんて何？計画通り。いやさすがにそれは無理がある。さあ借金も消えて身も心も軽くなったところで、改便改便。史上最低のエコーの使い方。まごうことなきクソ動画。な、しかももう一度行動できるですって。漏れちゃうぞカードは20丸がついてないから、再行動が確定しているカードじゃねえのに。これは来ている。霊夢ちゃんに流れが確実に来ている。この私のいる場所に運気が落ちてきたように、運が舞い降りてきたというわけね。名実ともにクソだじゃれ。お前それ本当にうまいと思ってる。うん、廃止ね。ワンダイス圏内で再行動になったけど、さすがにそのままゴールとまではいかなかったわね。そこまでされてたら、本当に流れが来ていると認めざるを得なかったわね。霊夢の運気が邪魔で通れないな。迂回するしかないぜフラン。霊夢の運気があるからな。わざわざ私のってつけなくていいだろ。そしてそのまま誰もゴールできずに2年目は終了ね。収益額はこんな感じだ。総資産だと私が2位ね。来年は飛躍の年にするわよ。フランがドベだけど、まだまだこれからだよ。面白かったところや笑ったところ、帰る前にコメントしてってくれな。高評価やチャンネル登録で応援してくれると励みになるわ。じゃあ今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様。また見てね。